中山直房宝永3年4月29日は、江戸時代の旗本、通称は影湯。旗本、中山直盛の嫡男。正室は、中山信二の娘。長じて四代将軍、徳川家綱及び五代将軍、徳川綱吉に仕える。家譜によれば、綱吉の代、天和3年1月23日より、幕府より貴婦人を召し取る役に任ぜられる。同日、父直盛は、幕府から、盗賊追捕の役を任ぜられた。天和3年3月2日、賊とたとらえしを称せられて、黄金5枚を賜う。鬼影湯と、あだ名され、恐れられた。鬼影湯は、直盛との説もある。元禄6年5月10日、使い番を兼任。同年12月18日、不着用を許される。元禄2年に本所仏目に屋敷を拝領し、吉良邸討ち入り事件の時もそこに住んでいた。火事を装っての討ち入りであったが、鬼影湯とあだ名された中山の屋敷が近所にあったため、やじ馬も出なかったとされる。元禄16年、いとこの黒田直国が、日立下館に大名として封ぜられた時、現地にて城引き渡し役を務める。宝永元年8月11日、先手組鉄砲頭に就任し、宝永3年4月29日、没。享年50。中山直房が、被府改めに任じられている天和3年3月に、伝承では、八百屋七の放火事件が起こったことになっている。そのため、多数ある八百屋七の物語の中には、中山影湯が登場するものがある。ありがとうございます。